もうイラン本当にすごく強い相手で40分間一瞬たりとも気を抜く時間帯はなかったんですけども、もうチームコートに出ている人だけじゃなくてベンチの人全員も集中して、で40分間かなりいい試合ができたんじゃないかなというふうに思ってます。前半で4点ビハインドで後半で第3クォーター一気に巻き返したんですけども、はい、ロッカールームどういう話選手ありましたか？まあ、シュートがオフェンスで少しパスが回ってなかったので、まずそこをしっかりパス回していこうということをしっかり声を掛け合って、でディフェンスでもっと後半強く当たっていこうということを声を掛け合って、その結果、まあ、後半すごくいい戦いができたんじゃないかなというふうに思います。渡辺選手は後半得点ディフェンス面どちらでも活躍できたと思うんですけど、はい、個人のところを振り返ってどうですか？そうですね、ちょっと前半がもうあまりにも悪すぎたんで、まあ、後半まずやっぱシュートタッチがすごく悪かったんで、そういう時こそもう自分のマークマンだけにはもう絶対にやらせないという気持ちでディフェンスやって、まあ、その結果8番ものすごいいいプレイヤーだったんですけど、まあ、抑えることができたんじゃないかなというふうに思っています。これで今日本4連勝、次11月試合があるんですけど、はい、日本として次必要なものというのは何ですか？まあ、正直レベルが本当にすごく上がってきているなというふうに感じている、ので、まずもうこういうところで満足するんじゃなくて、もう日々成長して、で本当にもう一戦一戦大事に戦っていかなきゃいけないなというふうに感じています。ありがとうございます。